今日は、トミカハンディ立体マップの工事現場で遊びたいと思います。ではね、今日はめぐるくんの方に遊びながら説明していただきたいと思いますので、お願いします。まずはね、こっちの、採石場っていうかね、ダンプの積み込みの場所のね、説明をしていただきたいと思います。お願いします。まずそれをダイヤルを回すと、はあ、はあ、はい、お、そこに、あ、そこに溜まるんだ。へえ、なるほど、うん、あ、そこに溜まるんだね。はい、じゃあ工事現場、いろんな車が来るのかな、登場させてください。はい、ブルトーザーが来ました。ショベルカーが来ました。はい、はい、でっかいダンプカーです。はい、クレーン車ですね。ほい、はい、工事現場が車で溢れてますけどはい、ちなみにね、この玉はね、あれなんです。標準でついてるのはね、このオレンジだったかな、こっちのやつだったかね、どっちかなんですけど、数がね、少ないんで、100均でね、なんか適当な、あの、この玉、青いやつですね、これ。このね、青い玉がね、入ってる、なんか、おもちゃがあったんで、それを壊して、追加して玉の数を増やしました。工事現場のね、車が大好きなんでね、こうやっていつも遊んでいます。ちょうどそこに絵が描いてあるんだね。工事現場で大活躍です。結構ね、今4歳なんですけど、2歳ぐらいの時から遊んでるかな。結構ね、小さいうちから、遊べると思います。でね、これね、本みたいにあれ折りたたんでね、しまっておくことができるんで、結構ね、携帯性というか収納性も結構いいんじゃないでしょうかね。 Amazon でね、だいたいこのやつが1000円ぐらいですかね。で、売っていました。トミカのね、立体ハンディ、マップのね、工事現場編の紹介でした。以上になります。